開示ギャンブルさん、ひろゆきさんが大悟さんは社会を知らない先生に否定的ですが、はあ、そうなんですか。では、2、3年社会に出た先生が必ずしも優れている先生と言えるのでしょうか。国民皆教育、日本国民は全員なんだろうな、無料の義務教育を受ける権利があるという、まあ、こういう考え方があるじゃないですか。こういう考え方、ひろゆきのなんかポーズって俺と似てるな、そういえば。ですね、それで考えるとですね、先生は上質の人物である必要はないと僕は思ってるんですね。上等の教育を受けた上等のですね、人格を持った人ではなくて、欠点のある普通の人が先生をやってもうまく回るシステムっていうのを作るべきだと僕は思っているんでですね、なんかそういう社会を知らない先生というのはありだと思うんです。それでいけるような仕組み考えるのが、ひろゆきや大悟みたいな頭のいい人が考えるべきことであってですね、現状の矛盾を言うなんてバカでもできるんですからですね、お前ら人より金儲けて金取ってんだから、もうちょっと賢いことを言えよって僕は思います。すいません。